粗とで粗くなってるこの断面を中途で少し修正していきます。現段階ではこんな感じですね、まあ、まだ粗砥で研いだこのほら断面がこういうのが雑に見えるんで、もうちょっと中砥で磨かないと仕上げに持っていけないと。新品の包丁を研ぐのは時間がかかる。一度ここまでやっちゃうとね、あとはちょこちょこくっつけてればすぐはじいちゃう。最初はほらもう向こうも商売だから先っちょしかはつけてる感じ、うん、まだこの辺は粗砥ので磨いたのがねまだ雑で残ってるんだけど、まあ、今度こっち側また行っちゃうから反対側、うん、まあ、今日のところはねちょっとこの辺で仕上げに、まあ、こういうの段階を経て やっていけば一気にやろうと思うとね結構大変なんだ。でもその前にもう一回ちゃんとパチッと刃をつけないといけない。
大体ほらもう引っかかるんでね、うん、もうほぼほぼはい、ひとまずこれで刃はつきました。